あの人とは、絶対いや、広瀬良子。 若すすぎる仰天素顔でで共演 NG リストがずらりあの人も入っていたとはえー、康介です今日はですね、えー、ちょっとまた、連日の広瀬良子不倫のネタなんですけれども、どうやらね、まあいろいろ広瀬についての、えー、嫌な噂がどんどん出てきてる中で、共演 NG リストというものがありまして、それがね、ちょっとすごい人が入ってまして、それを深掘りしていこうかなと思うんですけれども、まあね、連日広瀬の話題には事欠か,かないんですけれども、まあ今のところ、医薬金が3億円ぐらいになってるということで、で、広瀬を振り返ってみますと、本性を表したのも早かったと。 自己推薦で早稲田に入ったんだけど3ヶ月経っても授業に出席せずにバッシングされて自己推薦で入ったくせに普通の受験で入った人たちと比べて頭が、えー、追いついていないにもかかわらず授業に出なかった3ヶ月もあとね4万円に上るタクシーの無賃乗車、えー、これあんまり覚えてないんですけれどもあとリュックベッソンあのワサビの記者会で突然泣き出すとかねちょっとこの人頭大丈夫なのかなっていうのは結構あったんですけれどもで人気絶頂の2003に突然モデルの岡沢隆弘と、えー 結婚しちゃったとまあ、ここら辺がね、もう本当無計画な人生だった。欲望の赴くままに、まあ、中出しして、妊娠しちゃったと。しかし、広瀬は2008年に離婚しちゃったと。で、2010年に、現夫とのキャンドル・ジュンと再婚し、二女を儲けた。で、あと、乱立生活と言えるような状態になったのは、岡沢氏と別れてからと。2014年に、広瀬は網タイツを履いて、俳優の佐藤健の自宅マンションを訪れて、一夜を共にした。キャンドル・ジュンと再婚しながらも、佐藤健もつまみ食いしてたっていうことですね。で、本人は不定を否定したが、今回の件を考えると信じられんと。 まあ、多分やってたんでしょうね。でね、やっぱ元関係者も、取り扱い注意事項が多い、わがままな人。まあ、そんな感じでしょうね。女優っていうのは自己主張激しいですから、わがままな人は多いと。で、共演 NG リストがある。あとね、会いたくない人リストもあるそうですね。で、なんとね、ある時はスケジュールを仮押さえしていたクライアントから、仕事をお願いしたいと連絡が来たので伝えると、それって断れないかなと真顔で言われた。これちょっと信じらんないし、スケジュール仮押さえして、クライアントですよね。 クライアント、お客さんの方から仕事をお願いしたいって言われても断れないかなって、真顔で言うってね。ちょっとどうにかしてますよね。で生活態度を注意しても、じゃあ仕事を辞めると。極論を言い出すので苦労したと。かなり取り扱いに面倒くさい人だったってことですね。周りの人たちの苦労が、ね、容易に想像できると思うんですけれども。で、今回のような男女トラブルも頻発してたっていうことですね。被害者から苦情の連絡があるので困った。広末に伝えるのですが、それが私だからと、あっけらかんとしてる。それが私だから周りが合わせてよみたいなひどいこと言ってたんでしょうね。でね、恋愛についても、私はフィーリング重視だから、 と,語ってたということでね。甘やかし続けた事務所も悪いのですが、さすがに今回の件は許さないはず。無期限謹慎としてるか、このまま引退するしかないということでね。おぎ真っ暗な広末にもう前途を照らしてくれる明かりはない。キャンドルジューンのことね、かけてますね。うまいですね。僕、こういうの僕好きなんですよね。最後にこう、うまいこと言うやつね。でね、共演 NG 誰かって言いますとね、まず、岡沢隆弘ね。もう最初の旦那ですね。モデルのね。まあ、できちゃった頃の下と。まあ、離婚についての原因は、それぞれの仕事を大切にする思いなど、包丁を合わせていくことが、 難しくなってきた結果の決断。二人が理想を求めて一歩を踏み出すために、何より子供のことを最優先し、考えた上で大変身勝手ではありますが、これが最良の選択であると判断したと。でね、ただね、こういうしかないんですけど、実際の話はね、関東連合との関わりがあった。まあ、こういう黒い噂結構広瀬は付きまとってますから。で、生活上のすれジが収入格差。で、えー、お母んさんがお金にだらしないことが主な原因。で、関東連合と関係があった。なんかね、灰皿の話もありますよね。で広瀬さんのイメージダウンになりかねないと離婚した。そのために、当然その後も教演は NG になってると。 ただ今の夫のキャンドルジュさんと岡沢さんは友達のようですと。これすごいね。よく友達になれるね。これ絶対男の立場からしたら嫌だなと思いますけれどもね。次はやっぱ佐藤武と。鳥羽シェフの他にも過去に佐藤武との不倫疑惑が報じられた。報道があったの2014年で当時33歳であった広瀬と9歳下の佐藤竹25歳との不倫。 回殺されてるで、これがちょっと凄かったのは、網タイツにピンヒールというセクシーな装いで佐藤健のマンションに入ってた。これね、すごいね。確かに、こう、白黒だけど、えー、網タイツにピンヒールと。やる気満々ですね。えー、ま、33歳だからね。 まだ、全然。まあ、両マデで共演してましたね。確かに僕も両マデ見てましたけれどもね。結局、佐藤竹とできちゃったと。で、同年に彼女はキャンドル・ジュンと参考してると。すごいね。同じ年に佐藤竹とキャンドル・ジュン二人もつまみ食いしたと。報道当時、両者共に否定したものの、関係は落ちて知るべしとはいえ、騒動後人妻に手を出した佐,佐藤は、えー、厳格な所属事務所からこっぴどく叱られた上、バッシングを受けて反省したと。で、広末のわがままで NG というよりも、双方の事務所として NG という感じ。でね、小雪ですね。 こちら、小雪。あれ小雪といえばやっぱ松剣の旦那ですね。松山健一の旦那の小雪と仲が悪かった。広瀬と小雪が仲が悪く、二人がドラマや映画で共演したことはない。確かに、えー、見たことないですね。一緒にね。しかし、今でこそ違いますが、当時は同じ事務所に所属していた。二人の仲の悪さは、えー、ライバル意識や夫問題な,などがあった。広瀬が子育てなどで芸能活動をセーブしていた時期に、事務所を支えていた。 え、屋台漏れ、ね、事務所の屋台漏れだったのは小雪さんだったと。しかし事務所の看板は常に広瀬さんだったことが、小雪さんのプライドを傷つけたと。自分はね、子供でできて子育てしてる時に私が事務所を支えてたのに、なんで向こうの方が上なのよと、やっぱ女のプライドはね、恐ろしいですね。年齢は小雪さんの方が上なのに、実績や評価は広瀬さんの方が常に上というのは許せなかった。まあ、年功序列じゃないですからね。芸能界っていうのはやっぱり数字どれだけ集客力があるかが勝負ですから、仕事だけでなく男女関係でも燃えてる。小雪の旦那である松山健一さんと、広瀬 清子さんが夫婦役で CM 出演した際に小雪さんが焼きもちを焼いたとこちらリクシルの CM ですね CM の中でお風呂のシーンがあるんですけどインタビュー中に松ツケンが2人で一緒に風呂に入りたいと思っていたのですけれどもね なるという爆弾きまあ、冗談ですよね。これは完全に冗談。それを知った小雪は大激怒。まあ、冗談でも怒るという、えー、本当に小雪に愛されてんだなっていう話ですけどこれは冗談でも松賢さんの発言は悪気がします。その後も広末さんがヒロインのドラマで、小雪さんが準主役の出演があったそうですが、小雪さんがあり得ないと断ったと。広末としては自分の方が好待遇なので嫌う必要はありませんが、自分のことを嫌いしている相手と共演したくないと思いますので、そう NG。これはどっちかっていうと、やっぱ小雪が自分の松賢が、えー、一緒にお風呂入りたいって言っちゃったで、 ちょっっっとと小雪の可愛いいころがあったっていう感じですねで次はなんと長澤まさみですね。コンフィデンスマンの長澤まさみ。長澤まさみと広瀬も共演絶対 NG と。まあ、理由はもう分かりますよね。この2人の男返歴ですけれども、理由としては男性関係。長澤さんが広末さんの元夫の岡沢隆弘と,と交際していたことや、広末さんの元からの伊勢佑介と交際していた。広末の男だったやつが、その後全部長澤の 彼氏になってると。すごいですね。本当に男の趣味が同じというか。でも、広瀬もこう考えたらすごいね。岡沢隆弘モデル、あと伊勢祐介。まあ、イケメンの代表二人で。その後ね、縄文人と弥生人になっちゃいましたから。広瀬の元夫と元彼のいずれも自分の男としてしまったということで、泥沼の資格関係と言われていた。広瀬さんが長沢さんに対し、なんであの子、私の元彼や元旦那とばっかり寝るの私への嫌がらせあ言ってそうですね。と、激怒していたということで、えー、絶対共演 NG となった。しかし、これは噂に過ぎなかったのか、あるいは解消されたのかもしれ ないがといいががととうのののも2019年放送のコンンンフィデスススママ運勢編のスペシャルドラマに広瀬がゲスト出演していたとなるほどね。コンフィデンスマンですか長沢まさみが主演のドラマですから、それに広瀬が出たっていうことでもう和解したということかな。交際の時期がね、広瀬と伊勢谷が1999年、広瀬と岡沢が2004から2008年、長沢と岡沢が2012から2013年、ね、長沢と岡沢が、広瀬と岡沢が離婚してから4年後、4、5年後ですね。で、伊勢谷の方はかなり時間経ったってね。13、4年後ぐらいですね。まあ確かに時は空いてるから、まあ確執、まあ、が解消され なのかもしれないといととうことで,で、えー、もう一人は、あっちゃうんですね。AKB の前田敦子。まあ、これはね、佐藤健だっての分かりますよね。でまあ、広瀬と前田敦子にも NG マークが付いた。二人とも国民的アイドルとして、一時代を築いた存在。特に設定なさそうに思えるんですけれども、やっぱ、こちらね、えー、佐藤健と前田敦子が、なんか、こんな感じで、週刊文集か、報じられてましたね。おととし、泥酔した前田が佐藤に、お姫様抱っこされた姿が週刊文集に報じられた。広瀬も今年に入って、女性セブンで佐藤と密会する姿がスクープされたと。念のため、共演を避けた方がいいという 判断ですなお佐藤は共演者キラーとして警戒されているためいくつかの若手女優の所属事務所から要注意人物に指名されていると佐藤はもう超肉食で共演者キラーってまあ有名ですから、えー、こちらは事務所判断いずれにしても男性絡みの共演 NG が多い 印象。で、えー、芸能人だけでなく、すごいね、スタッフにも NG リストがあると。いうことで、まあ、こちらの5名ですね。岡沢佐藤小雪長沢前だと。男の方はあれですけれども、要は女の方ですね。小雪長沢前田。まあ、特に、まあ、小雪でしょうね。一番共演したくないのは。ということでね、わがままだっていうのはある程度ね、みんな想像つくと思うんですけれどもね。まあ、どんどん広末のボロが出てくると思うんですけれども、また、こうすけ TV でもね、いろいろ追って、えー、報道していきたいと思います。ということでね、本日は、あの人とは絶対嫌 絶対共演しないからねという動画になりました。こういう形でね、宝石 TV 毎日中のニュース切っておりますのでよろしければ、チャンネル登録こちらの方からしていただければ、非常に嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。